こんにちは、福井県のセレクトショップディスカベリーです。今日の動画では上に着ているマニュアルアルファベットのフレンチリネンシャツを紹介します。このシャツの特徴はですね、フレンチリネンって言われる麻を使った少しこうそや感ってやつですね。ちょっとムラがある感わかりますかね。ムラがあってすごく乾いた質感の涼しい生地、麻なんで涼しい質感の素材感と、あとワンナップカラーっていうこの襟ですね、オープンカラーと普通のレギュラーカラーの中間、ちょっとこう開く感じになってて、ここの高さがないんですね。だから普通の襟っぽいんですけど、ちょっと寝るような感じになる襟の形です。で、襟が高くないのですごく襟元がすっきり見えるのが特徴です。はい、それでシルエットはちょっとだけ横ゆとりを持たせているので楽に着れるシャツになります。堅苦しいシャツって普段着だと着づらいと思うので、手軽に着れるような絶妙なサイズバランスになってます。はい、でボタンの方も貝ボタンって言われる天然の貝のボタンを使っているので、すごく高級感がある仕上がりになってます。まあ、生地がね、涼しい生地なんで、夏場とかはそれをこうやって折り返して着ていただいても着れるシャツになっていると思います。短パンとかで羽織るのもね、良さそうです。はい、こちらですね、サイズの方が 1,2,3 の3サイズ展開になります。私が今着ているのがサイズ1です。170cm、60kg の私が着ているのが1。気持ちゆったりめなので、私でもまあ1でいいかなぐらいのサイズになります。はい、こちらですね、お値段の方が 18,700円、税込み 17,000円になります。オンラインショップの方から注文可能となってますので、そちらの方からぜひご注文ください。質問とありましたら、メール、コメント欄、何でも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。はい、では今回の動画では、このマニュアルアルファベットのフレンチリネンシャツを紹介しました。皆さん、最後までご覧いただき、ありがとうございました。